始めよう。本日の講義はこれだ。おはよう諸君、私がハリレオだ。早速講義に移ろう。みんな大好きカワウソさんたち、元気が良すぎて画面に収まるのが大変だった。小さな手にはしっかりとした水かき、もちろん泳ぐのは得意みたいだ。この子はミクちゃん。手を舐めているのはキララちゃん。最後にサンちゃん。見分け方？いつも一緒にいるから僕は見分けるのは簡単だ。ミクちゃんがスリムで美人だ。私の好みだ。キララちゃんはおっとりしていて可愛い顔立ち、性格が素敵だ。そしてサンちゃんが一番大きな体でまん丸おめめ、なんとも愛嬌があるな。こっちでは足の指を吸って寝ているのか。視聴者のみんなは見分けられたか？とってもイージーだったろう。元気なカワウソさんの撮影をしていたら見惚れてしまい、時間がかかったことは内緒にしておこう。みんな動き回ってうまく撮れずに心を折れかけた。さて後半の講義は子供のカワウソさんが出てくるようだ。次の子たちも見分けがつくようになるといいな。カワウソさんの可愛い表情にメロメロになってくれ。さあブレイクタイムもここまで。後半の講義始めよう。これはカワウソさんの鳴き声だ。高い声で鳴くんだな。穴から石を出そうと頑張ってる姿、かわいい。この子は海くん。走ってきた子は青くん。一人だけ指を吸っているのが空くん。お顔を見せてくれよ。本当に元気いっぱいだな。
大切なことなんだ。実はカワウソさんたちとっても賢い子なんだ。人間の子が遊ぶようなおもちゃも使いこなすようだ。ご褒美はお魚。いろんな表情を見せてくれるカワウソさん、視聴者のみんなともいいパートナーになれそうだ。たくさんの可愛い仕草を見せてくれてありがとう。また会いに来るよ。本日の講義はここまで。みんな楽しんでくれたか？チャンネル登録、グッドボタンよろしくな。また次の講義で会おう。